お世話になります、ひとりでございます。ポケモンにおいてはリフレクターや追い風など場の状態を変化させる技があります。剣盾では場の状態を変化させる技はバトル中の状況画面で何ターン経過したか分かる表示がありますよね。ただこの技の表示の枠は4つしかないのです。ではこの枠を4つ以上使用したらどうなるのでしょうか。画面に枠が新たに追加されるのでしょうか。古い効果はなくなるのでしょうか、という趣旨のコメントをいただき、これはバトルで普通に起こることなのでガチ勢の方はご存感じだと思いますが、私はド素人なので分からなく気になりすぎて眠れなくなりました。同じく気になっている方は多いと思いますので、今回は場の状態を変化させる技を4つ以上使ったらバトル中の状況画面はどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあ今回は場の状態変化させるということで、ダブルバトルのがねやりやすいのでダブルバトルでねやっていきたいと思います。ここで行きましょう。こんなとこ久しぶりだけどね、やるの本当に、勝てばスイーツプレゼント勝負いたしますか。はい、行きましょう行きましょう。一郎さん、一郎という名前にふさわしくないよこいつら、こんな可愛いポケモンで。はい、これでまずペリッパーの雨フラシやっていきましょう。これでまず一つの場の変化もたらしましたね。ですのでペリッパー選んだって感じですね。で実際これ状況画面どうなってるかと言いますと、 Y を押しますとペリッパーのところで見てみますと、今雨、5分の5となっております。これが4つですから、ここに、別の、場の状態を変化させるやつをやってどうなるか確認していくって感じですね。で実際ちゃんと技も用意しておりまして、ペリッパーは白い霧をまずやっていきます。追い風だとちょっと短いんでね、まず白い霧からやっていきましょう。はい、白い霧スタート。でこれでもう一体はオーロンゲですね。皆さん大好きオーロンゲで、光の壁とかねリフレクター、定番の技だと思いますが、それやっていきたいと思います。光の壁からねまずいきたいと思います。これどっちでもいいのね、順番は。はい、これで光の壁、はい、で白い霧やっていく。これで、はい、妖精の風やってくるが、そんなのは光の壁に包まれてたら全然食らないよっていう感じでございますと。ドラインキスされても私は誘惑されませんよっていう感じでございますと。はい、でそれで今状況画面どうなってるかというと、もうこの時点で3つありますね。これいけんのかな、残り2つですね。ですから今私はここで追い風ですね。追い風もあそこに表示されますので追い風やっていきましょう。でもう1個はリフレクターですね。これもやっていきたいと思います。これが一番最大のこの実験ですからね。まあとりあえずリフレクターやっていきましょうか。どうなんだろう、リフレクターのが先になる。はい、追い風どうなの、ちゃんと、あ、追い風ちゃんとなったね。まあそれになるんだろうけど、どういうこと、どういうこと、じゃああそこに表示されるのかな。はいはい、どうなんの、ちょっと見たい、状況画面見させてくれよ。はい、これで見ていきましょうか。はい、ペリッパー、あー、そういうなんだ、あ、スクロールされるってことね、なるほどねそういうことは知らなかったわ、これマジか。なんか地味だな、検証結果地味だけど、さすがにね技が発動しないとかさすがになかったですね、まさかのスクロールとは。でも実際これって普通に起きることですからね。今回やったのなんか特に普通の対戦で使うようなやつばかりですから、こういう状況あったと思うのでガチ勢の方は知っていたと思うんですが、そこはご容赦いただければ幸いです、ごめんなさい。ということで検証結果、場の状態を変化させる技を4つ以上使ったらバトル中の状況画面はスクロールできるようになるでした。私はこの企画自体視聴者さんからご提案いただいたものなんですが、その意見を見た際に全くそんなこと思いつかねえわって思ってたんで、実際すげえ気になってたんですけど、私にとっては超予想外の結果となりました。まあ、今回は小ネタ中の小ネタだと思いますが、たまにはこういう時あってもいいでしょう。多分この小ネタを知ったことで今日よく眠れると思いますので、今夜はこう寝たらどうでしょうか。